DAW レースの鈴木です。堀田です。今週のプラグイン、はいはい、今回はプラグインアライアンスの SPL、はい、トランジェントデザイナープラスという、はい、まあ、トランジェントシェイパー、トランジェントデザイナーですね、はいはい、を紹介してみたいと思います。はい、一番大御所ではないですか。そうですね、トランジェントシェイパーって、うん、今はいろんなメーカーから出てると思うんですけれども、はいはい、本流というか、うん、そうですね、一番最初に出したとこですよね。なので、まあ、ハードでなければ、うん、それのプラグインバージョンでは今回プラスにな、気がついたらプラスになってたんですね。そうですね、プラスっていうのは多分このサイドチェーンの成分かなとは思うんですけれども、うん、まあ、ちょっと簡単にご紹介してみたいなと思います。はいはい、でトランジェントデザイナーって何か、はい、うん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、アタックであったりリリース成分をコントロールするのに特化したコンプです。はいはい、すごくざっくり言うと、うんうんうん、私よく使ってるのは、うん、やっぱスネアの、ほいほいほい、伸び伸びそうですね、まあ、パラメータ的にはアタックリリースだけという非常にシンプルなものになっているんですけれども、うん、はい、まあ、ちょっと一回聞いてみましょう。そうですね、はいはい、スネアの音、これでちょっと コンプも外しましょうか、はい、まあ、スノー音はこんな状態です、はい、でここに対してアタック成分を足す、うん、もしくはカットする、うん、そしてサスティン、リリースの部分をうん、上げる、うん、伸ばす、うんうん、逆に短くする、まあ、ディケイ短くしているようなイメージですね、シンセでいうところの、はいはい、っていう基本のパラメータはこれだけです。はい、最高ですね。そうですね。なので、はい、今お聞きいただいて分かったと思うんですけど、はい、まあ、いい感じのかっこいい感じのスネアになるんですよね、うん、簡単にコンプでね、リリースがどうのとかしなくても、うん、右に回せば幸せに、もちろんコンプでもできるんですけど、うん、トランジェントでいじっちゃった方が早いこともある、はい、のと単純明快、早い、楽。そうですね、見たらすぐ分かる、はい、っていうので、うん、結構持っていくと重宝するかなと思いますし、うんうん、私はだいたいスネアの音作るときに、うん、76系でパコーンとかもやるんですけど、はい、プラス、うん、トランジェントいじりますね、うんうんうん、いじってることが多いかなと思います。いいですね。で私の中のお約束セッティングとしてアタックちょっと遅め、うん、なくし削り、うん、サスティン伸ばしていくっていう、っていうのをよくやりますね、はい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 、あんまりアタックこう出てる方が、うん、パーンっていう感じにはなるんですけど、うん、あの個人的な好みですね、うんうん、ペチャって潰れててくれた方が、なるほど、ね、嬉しいなっていうので、はいはいはい、あとこの SPL のプラグインアライアンスのやつ使いやすいのが、うん、パラレルができるんですよね、うんうんうん、なので原音に対して、まあ、派手にかけといて、うん、原音とのバランスコントロールができるっていう、はいはいはい、まあ、これもコンプではおなじみの手法ではありますけれども、うん、こういったものを組み合わせることによって、うん、本当に思い通りの音が簡単に作れる、うん、楽っていいですよね。そうですね、うん、つまみ3つ、うん、でもちろんこれでできないこと、うん、あるわけですよ当然、まあそうですね、あるわけなんですけれども、うん、今お話しした通り、うん、リリースサスティン成分を伸ばすという意味において、はい、これ以上使いやすいものはないでしょうとなんて言ってワンノブだもん。そうですそうです。いいです、ね、重宝してますね。いいですよね。はい、アタック僕はポンプの方に、ポンプというかね、右に回していく、うんうん、こういう風にね、好きだったりしますよ。ポンってなるんで。なんでキックとの兼ね合いとかも多いですかね。うん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 。あと私やるのはタムとか。はいはいはい。なんかバウンスして、ボンボンってボヨンってなった感じに聞こえていいですね。そうですね、うん。とかっていうので、はい、結構これは使ってますね。うん、まあ、いろんなメーカーのものがありますけれども。はい。そうですね、まあ、有名なところでいくと、うん、ネイティブインストゥルメンツだったりソフチューブとか、うんうんうん、もあるんですけれども、はい、まあやっぱプラグインアライアンス使い慣れてるので、うん、使っちゃうことが多いかなと。そうですね、いいですね、思います、はいはい、でこの右側の部分なんですけれども、うん、今度サイドチェーンフィルター、はい、つまり全帯域じゃなくて特定の帯域に対してのみかけることができる、はい、低域をカットして、うんうんうん、ここに対してやることができるよっていうのと、うん、エクスターナルのソースも選べるので、うん、コンプでいうサイドチェーンのダッキングみたいなのですね、はい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 、他のトラックのソースに対して、うん、そこにサイドチェーンフィルターとして使うっていうこともできるんですね、うんうん、便利便利。なのでこの辺も、うん、まあ、ちょっとエフェクティブに使ったりとか、はい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 、そういった遊びもできますと。そうですね、パラメーターが少ないのでその分あまりお話しできることもっていうところはあるんですけれどもでもシンプルな分すごくいいと思っていますよ。そうですね、うん、あとここにリミッター入ってるんで、はい、あのね、アタックとかリリース
いじるとどうしてもレベルがあっていうところもあるので、うんうんうん、そこを抑え込むこともできますしっていう、はい、なんでそうですね、結構コンプで音作りで悩んでる方は、うん、一回こういうトランジェント系のツールを触っていただくと、はい、うん、活路結構見えること多いのかなって思いますね、うんうんうん、いい気がします、はい、音作り超簡単みたいなエフェクトでございます、素晴らしい、はい、ということで今回は、はい、プラグインアライアンス SPL のトランジェントデザイナープラスご紹介してみました、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。